なるほど。意外とさくら静か。いや、そう、そうなんですよ。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。車の静粛性、こだわる方です。案内人の M です。静粛性とはかけ離れた車に乗ってます。カメラマンダブルです。はい、ということで、Twitter でいただいた企画からネタを採用していく3万人企画。今回は、ダブルさん何ですか？静粛性。そうなんです。車種ごとの静粛性、どんなもんかを調べていく、そんな企画となっております。ということで、いい感じに車揃えてきました。今日紹介するのはこちらの車です。結構いっぱい集まりました。ダブルさん、右から順にお願いします。はい。アリア、セレナ、ノート、オーラ、オーラ、ミックス、サクラです。はい。ということで、集めてきました。今日はちょっとこのぐらい車揃ったので、それぞれの車に座って、外から入ってくる音をどんなもんなのかな、差はあるのかな、ちょっとチェックをしていきたいと思います。ダブルさん、どの車から行きたいです？キックス。キックス、まずキックス、はい、わかりました。で、今日はですね、あの静粛性の比較っていろいろあって、まあ実際に運転してのロードノイズを比べる、これも一つなんですけれど、今日は外から入ってくる音をチェックしたいということで、スマートフォンで音楽を鳴らして近づいて、実際に私がそれを聞いてどんなぐらいの差があるのかなっていうのを体感していく、すごく感覚的な企画になっています。ちょっと差をちゃんと聞き取れるかどうか私も若干不安なところはあるんですが、やってみたいなと思っておりますので、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、でチェックの方法なんですけれども、スマートフォンで音楽鳴らしていきます。はい、これ音楽マイクでも拾ってると思うんですけど、音量マックスな状態で鳴らして、ちょっと一旦止めますね。はい、でこのまま音を鳴らしながら車の運転席側を通り過ぎていただく。そして私運転席に座りますので、運転席の脇で鳴らすのと、ここの正面から鳴らす、はい、こんな感じでちょっとチェックをしていきたいなと思います。私が、じゃあまずはダブルさん指定ございましたので、こちらの車はキックスからやっていきたいと思います。であと、そうですね、普段は私たちピンマイクで喋ってるんですけれど、中でやるときはピンマイクじゃなくて、今撮影している iPhone のマイクで一応音拾ってみたいなと思います。はい、まあちょっと動画上でご覧いただいている方にですね、この違い伝わるかわかんないんですけど、やってみたいと思います。はい、乗り込みました。ではまずはキックスですね、運転席でドアを閉めたらスタートしてもらいましょう。ダブルさん、いいですか？はい、ではお願いします。おー、はい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 、はい、まずキックス聞いてみました。ちょっとこのキックスのベンチマークにしたいなと思うんですけれど、そこそこ聞こえます。であと、特に携帯で今回音楽を鳴らしてるので、シャカシャカした音がまあまあ入ってくるなと、そんな印象がありました。はい、じゃあこれと比較で続いてはノート行ってみましょうか。はい、続いてはこちらの車ですね、ノート。で今日ご用意したノートがオーテッククロスオーバーなんですけれど、基本的な仕様はオーテッククロスオーバーも、そして標準のノートも同じとなっておりますので、続いてはノート見ます。はい、比べたんですけれど、本当に微妙なというか違い分かりませんでした。キックスとノートは私の感覚ではほぼ同じ。はい、では私、ここの違いをまずは確認したかった。ノートと、そしてこちらにご用意したのはオーラですね。ノートとオーラでは静粛性違うんですよ。ダブルさん、何が違うか。ガラス。あ、そうです、そうです、合ってます。ガラスがなんか熱い。
まあまあまあ、オーラは運転席助手席のドアガラスが二重になっているんですよねっていうところがあって、多分オーラの方が静かなはず。確認します。はい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 、結構面白い。確かにオーラの方が静かだなっていう感じは分かりました。明らかにですね、この運転席側のこのドアガラスですね、このドアガラス付近で鳴らした時の音量は聞こえはするんですよ、聞こえるんですけれど、オーラの方が小さく感じました。でもう一つ思ったのが、このガラスの遮音性能ですね、はい、見てお分かりいただけるでしょうかね。このガラスの部分が二重になってるんですよね。でこっちがノート、もちろんノートの方は、ガラスが一重、まあ二重になってませんということでですね、この2台運転席のドアガラス、もちろん助手席も同じだと思うんですけど、このドアガラスから聞こえてくる入ってくる音っていうのは明らかにオーラの方が小さい感じがします。一方でですね、フロントウィンドウは多分同じ、あと、リアのサイドウィンドウも一緒なので、そういったところで正面から来る音っていうのは、まあ、感覚的にこの2台は一緒です。さらに言うなら、このオーラの場合フロントウィンドウよりもサイドウィンドウの方が遮音性ちょっと高い感じしますね。フロントウィンドウっていうのはどの車種も二重の合わせガラスになってるんですよ。そういった点でちょっと遮音性という点では有利だと思うんですが、あえて遮音性のために二重になっているドアガラスっていうのはフロントウィンドウよりもさらに遮音性高いんじゃないかなっていう、そんな印象がございました。続いてはでは W さん何行きましょうか。セレナ。はい、続いてセレナですね。はい、乗ってみます。はい、ではセレナに乗り込みました。 W さんお願いします。なるほど、なるほど、なるほど。遮音性っていう点ではやっぱりオーラとセレナだったらオーラの方がちょっと静かだったんじゃないかなって思います。それがですね、まあ、やっぱりまあガラスがこちらは一重になってるっていうところで、オーラの二重の合わせガラスと比べたらちょっと音の入ってくる感じが大きい。でなおかつもう一個私思ったのがここですね、この三角形のガラス、多分このガラスの方がドアガラスよりも遮音性低いです。ガラスなのか、あとこのピラー周り、あとこの辺もかな、こういったガラス面だけじゃなくってこのピラーの部分、あと、この三角窓とこの、サイドウィンドウとの境目の部分ですね、こういったところからもしかすると音が入るのかななんていう感じで、こうダブルさんが通り過ぎていくときにここの運転席側からこう来るとちょっと音が大きくなって、またフロントウィンドウに帰ってきたときに少し音量っていうのは小さくなったかなという感じがします。もしかするとセレナをもっともっと静粛性高めたいと思ったらこの辺どうにかしてあげるのがなんかポイントになるのかなと思ってみたり。では次は、はい、さくらですね、行きましょう。この今日のラインナップの中では多分さくらが一番遮音性静粛性低いんじゃないかとは思うんです。乗ってみます。なるほど、意外と桜静か。いや、そうなんですよ。試乗とかもしてても、はい、結構周りの音聞こえないなっていう印象あったんで、はい、静かなんじゃないかなっては思ってたんです。桜結構静かですよ。おー、ですよね。静か。え、なんだろう、感覚的にはセレナと同じぐらい。おー、セレナとノートどっち大きいかな。結構その辺、いや軽自動車だからちょっとうるさいのかなって私勝手に思ってたんですけど、そんなことないですね、うん、結構私
やっぱりさくらは電気自動車とはいえ軽自動車ですからねって話になるかなって思ってたんですよ。一つ言うとすれば、運転席の窓、そしてフロントウィンドウ、このあたりの静粛性はセレナとかノートとだいたい一緒かなって思うんですけど、後ろ側から入ってくる音はなんとなくサクラの方が大きいかなっていう、そんな印象はありました。じゃあ最後アリアですね。はい、どうします、ダブルさん。アリア、はい、意外とうるさいですねって。いやいや、もうアリアは聞こえないですよ。聞こえない、はい、そんな聞こえるわけがない、はい、やってみましょうね。はい、では最後アリアです。ダブルさんお願いします。ダブルさん、はい、アリアやっぱり静かですよね。ええ、静かでした。静かなんですけれど、傾向としてはオーラに近い。オーラもこのフロントウィンドウよりサイドウィンドウの方が遮音性高いなって感じしたんですけど、アリアもそんな傾向はありますね。でもう一つ、あの他の車種と傾向一緒なのがこのピラーのあたりですね。このピラーのあたりを通るときに一番音が大きくなります。なおかつ、まあ、アリアはフロントウィンドウが二重になってるのと合わせてリアウィンドウも二重なんですよね。なので例えばオーラは後ろに行くとちょっと入ってくる音大きくなってたのが、アリアは後ろに行くほどなんなら小さく聞こえる、まあ、運転席から離れますから当然ですね、はい、そういった傾向があったなと思います。最後にですね、ダブルさんにもちょっと体験してもらいたいなと思います。好きな車選んでもらって、アリアとオーラ行ってみますか。そうですね、はい、はい、じゃあまずはオーラ乗ってもらいましょうか。案内人が言ってた通り横と前で、横と前で、はい、聞こえ方違いました。結構変わりますよね、はい、では、まあ、全体的に私も前も結構抑えられてるなって感じました。全体的に、はい、やっぱいつもほら試乗中のあの静かさは、はい、こう車自体も音しないっていうのが大きいんだなって感じました。そうですね、はい、車自体の音もしない、外からも入ってこない、トータルでめっちゃ静かになってるんですね。はい、はいはい、ということでいかがだったでしょうか。今回は日産から6車種集めて、その遮音性、まあ、静粛性というよりは周りの音がどれだけ入ってこないか、遮音性をちょっと試してみたんですけど、まあ、私とダブルさんの本当感覚的な動画にはなってしまったかと思うんですが、皆様に伝わってるといいなと思います。そしてですね、私としては、まあ、ノートとオーラどのぐらい違うかなっていうのも気になってたんですけど、なんかさくらがこう言っちゃうんですけど意外と静かだったんだなっていうのを知れてよかったですね。ダブルさんどうでした。普段試乗で乗ってる時はアリアがダントツでこう静かな印象だったんですけど、こう止まった状態で聞いてみるとオーラと静かさそんなに変わらないんだなっていうのが発見でした、うん、発見でした。あとは走行中のエンジン音がするかしないかとか、うん、まあそういったところだったり、あと今回はまあ主にドアパネルとか窓ガラスとかの遮音性の比較になったのかなと思うんですけど、実際には走行しているとロードノイズって言って、まあ地面側から上がってくる音とか、そもそもタイヤの大きさや性能によって音が変わったりとか、そういうたくさんの要素が混ざって車の静粛性っていうのは変わっていくんですね。そういったところの中で今回はまあ遮音性、ご紹介できたかなと思います。今後もなんかちゃんとした静粛性比較いろいろやってみると面白いかなと思いますね。あの試せそうな環境が整いましたらまた動画にしたいなと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。